ドスの効いたお姉さんから生まれたての赤ん坊までこなす演技派、弁天役の三田裕子さん。そして新劇界にこの人ありと北京放送のキャスターが泣いて叫んだというランちゃん役の小宮和恵さんだ。弁天の三田裕子です。すごい人数ですね。あ、なんか上がっちゃいますね。弁天っていうキャラクターがね、うん、私初めてこういうスケバンっぽいっていうかね、男、初めてですか？いや、そうですよそういうキャラクターに巡り合ったんですけどね、うん、いやもう大好き でもう皆さんからいただくファンレターの中でもね、一番弁天のファンの方が多いみたいで、よく応援していただいてるんですけどね。かっこいいもん ね私もね、こう憧れるっていうか、うん、自分じゃないなって思うんだけど、和江さんの場合はね私のランちゃんはもう皆さんご存知だと思いますけどもね、もう本当カット代わりでコロッコロコロッコロ、手のひらコロッコロコロッコ変わりますから、本当それ自でしょ、ね、自じゃないのとだからやっぱりね、例えばランちゃん幸せっていうのと、うん、もうかわいいそれからもう本当カット外でもうドラーっていうのと、うん、もうそれこそ一瞬にしてお腹でふっと息を吸わなきゃいけないという、うん、これやっぱね、伊達や水郷で舞台で芝居やってませんから。そうだね、ちょっとあれ、そういえばおゆきちゃんは、え、私知らない、当然ランちゃん知ってるでしょ。おゆきちゃん、あ、こんなとこにあれ、やだ、どっか行って隠れて、また怒ってんじゃないの。おゆきちゃん、そうかもしれないわよ。おゆきちゃん怒るとさ、ゾッとするほど怖いから ねわしゃ知らんど、わしゃ知らんどって、ちょっと責任を押し付けんなよ、ならさあ。